はいさーい、アリンクリンの比嘉龍太と、有村架純です。違います違います。新潟から沖縄来るとやっぱなんかこう緯度とか経度ちょっと変わるじゃん。はいはい、ちょっとスマートになりました。私が新潟から沖縄に来ていろいろちょっと観光スポットを教えてもらってるんですけれども、そうなんです。ここちょっと連れてこられましたけど、はい、何なんですかここは。ちかこさん、ここはですね、あの八重瀬町という場所で、八重瀬町の山道の目の前にいるんですけど、ここからぐんぐん上がっていって、600メートル歩いた先に絶景の景色が待ってるんですよ。え、600メートルも歩くんですか。じゃあおんぶしていただいて、はい、ちょっと600メートルはきついかなって。無理かも沖縄の人に無理と言わせてしまったじゃあ席が奥で待ってると。そうです。じゃあちょっと頑張ります。はい、通称ホロホロの森という場所なんで、ホロホロ、ね、地元の人から愛されてますそれちょっとやめてね、言うの。ちかこ英語上手だな。おお、あ、オーマイガール、オーマイガール、上から行くわ。え、本当？行くよ。え、怪我するよ。ちょっとちょっと、何してんだよ。飛べてないじゃない。今んとこいないな。うちらのオーラにビビってやがんの虫も。なんてね。やい。怖い怖い。おさあ待ってるのか。3、2、1、ゴー。わーわー、わという場所なんですね、はい、天ぷらが食べれます。天ぷらだって？ Oh my gosh じゃあ食べに行くべかね。レッツゴー。行くさ食べに行くさ。一運動 Go Oh my gosh 有名な有名初めての大城天ぷら、近くがどうしようかな、どれがいい？沖縄県民が大好きなのはこの二大巨頭。あ、だから上に書いてあるのか。そうじゃあ、俺一回行こうかな。あ、いいね、いいかいいね。大島の近くにある、こちら、フォード海岸、通称ジョンマンビーチにやってまいりました。イエーイ。ジョンマンビーチ、正式名称なんですか？あの、ジョン万次郎さんが、上陸した地っていうことで、ここの海は、とにかく広い、広いよね。端から端まで、やっぱなんか、いろんな海岸あるけど、海岸ごとに雰囲気違いますよね。違うね。魚天ぷらとイカ天ぷらですね、はい、これまた、沖縄の面白いところね。沖縄天ぷらの面白いところ、衣が厚すぎて種類がわからないのよ。ちょっと、え、これ何？どっちがどっち？ど
れがイカでどれが魚かもわからないんですよ。一緒に入れちゃう。本当だ。いただきます。万年品数ムンヤシがマーサムンジョーグ。私はそんなに裕福じゃないけど美味しいものしか食べません。なんか美味しい。沖縄弁で言うとすごいなんかもっともみたいな、なんていうか、言葉に重みを増すというか。そうね。じゃあ私はイカ。美味しい魚。いただきます。はい。うん。あ、うまっ。うん、なんか衣も分厚いんですけど、衣にも味がついてるんですよね。でイカも柔らかくて、なんだろう、天ぷらとドーナツが挟まってないな、なんか新しい、うん、うまい、美味しいでしょう、うん、さあというわけで、まあ、これで終わりだよね、うん、アリンクリン比嘉隆太が地下港におすすめする沖縄スポットは以上となります。はい、チーキーズでした。バチロンでした。